俺がカウント勢だぞ。負けるかよ。ヌッコ行きます。全部カウンターします。見ててください。やるじゃないか。エンゲッツタイム。ドキーン。これをしたとき俺は何でも避けれるはずだった。うわーうわー、ぶねー。で、ここでできるハンターは水月。うわほいほいほい。で、これを軽く、やばい、バーサーカーモードのとこだった。ようやくぬっこさん、ついにようやくモンハン界最弱と呼ばれたこの俺、カンストします。最後のクエスト何行くか気になりますよね。もう決めてあります。プレイ時間多分 2,3,000 時間いってるんですよね。まあ数々のクエストをこなしてきた私、ほとんどのクエストをクリアしてるんですけど、ほとんどのクエストをクリアしてるんですけど数々やってきた中でも思い入れがあるっていうか、表紙モンスター、そう、それが一番最後にふさわしいかなと思いまして、少々ちょっと難易度劣るかもしれませんが、高難度のメルゼナやろうかなと思います。何の武器で行くってのも気になると思うんですよ。思い入れあるクエスト999カンストする時の武器は俺の音面白くなっちゃうなやっぱりね、今まで一番使ってきた武器使いたいじゃないですか。今まで5000回以上かな、1万回ぐらい使ってきたタッチをね、一番使った、11195回使った、11950回使ったこのタッチを使っていきたいと思います。頑張るぞ。犬猫、いや、まさか映らないよな。僕だぞ、このカンストした僕だぞ。マスターランク999のこの俺が負ける？ありえないね。いや、もうメルゼナはね、体験版の時からねずっと勝ってきたモンスターだからね、もう思い出しかありませんよ。うわ、懐かしい。体験版の時もさ、初期位置ここだったんだよね。こいつやってやろうじゃねえか。なんで気づいたんだ俺に。うわー、おかしいだろう。俺がカンスト勢だぞ。負けるかよ。ヌッコ行きます。全部カウンターします。見ててください。やるじゃないか。エンゲッツタイム。ドキーン。これをしたとき俺は何でも避けれるはずだった。うわー、映ってたらランク上がらねえよな。勝たないとランクは上がらないんだよ。だから俺やることは勝つことのみよ。お前まさかエリア移動とかそんな甘っちょろい考えをしているんじゃないだろうな。逃げたか。カンスト勢を目の前にするとモンスターは日和ります。キャンプなんか戻りませんよ。だから今日はキャンプに戻るときは死んだときだけだ。エンゲッツタイム。あっぶね、あっぶね。なんかチョンダメージやめて。あ、シャキーン。やっと白ゲージかかってこいよ。そこか。うわー、本当に久々すぎて難しいんだけど、こいつマジかよ。はい、シャキーン。でもわかん、やるじゃないかやるじゃないか。まあ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 、お遊びはここまでですかね。え、コントローラー使っていいの？ごめん、足で操作してた、ごめん。エンゲッツタイム。かかってこんかい。うりおい、ちょっと待て、アウトオブ眼中エンゲツ内で戦えば無敵なんですよ。そう、俺は、おい、お前まさか逃げる気が、お前ひよってるわ、ガチで。え、なんか寝てる人いるんだけど。え、なんで、え、どうしたの。すごい、道端に寝てる人いる。深夜の原宿。一体俺を誰だと思っている。ぬっこだぞ。カンストしてない人敬語ね、今日から。うわおう、おう、後ろ取ったり。俺の前で背中を向けるとは。ちょい痛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 い甘いぜ、メルゼラ。お前は進化してないかもしれないけどな、俺は怪盗級レベルを上げることによって様々な進化を遂げているのだよ。あ、おいおい、俺を目の前にして、マジかよ。カンスト勢を目の前にして、目移りか。いや、僧侶なんて甘いんですよ、普通に。こんなやつ向こうに、向こうで寝とけ。おれどこ行った、メルゼラ。あ、そっちか。なんで俺と戦ってくんないの。どうしてそいつばっかり浮気者。え、こっち来ないで。うわ
ちょい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 、え、また移動？ちょ待って、本当に乗しすぎじゃない？あ、来た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 、感覚取り戻してきた。ぶっちゃけ慣れてなかっただけ。感覚を取り戻した俺に敵はない。いやーあ、いや、ほっ、いやーいやーあ、うん、天空やばい、強すぎる俺、どうしよう。ここで兜割り行くのは二流、一流のカンストハンターはエグツタイム。強気だね、ぬっこさん。強気こそが勝利への近道。いや、さすがに回復がこれ一旦、いや、回復するなんて思ってるんじゃないだろうな。俺はお前を削り続ける。豪傑やられて俺は回復するんだ。これがカンスト流の戦い方よ。ふわーふわ、うまーい、うまい、うまい。心の中の煉獄さんがうまいって言ってくれてる。あー、あぶない。うおー、あ、やっぱ最高、タッチ最高。おいー、すごい熱い展開じゃない。なんかモンハンライズ時代の看板モンスターとサンブレイクのカンストモン、うっ、サンブレイクのカンストモンスターがなんか俺を叩いてくる。うっ、死ぬ死ぬ、お前で死ぬわけにはいかん。逃走します。うわ、危ねえ。普通に危なかった。コメント欄もざわついてるわ。モンハンは二落ちしてからが本番とはよく言われておりますが、死なないんで有名なぬっこさんには関係なーい。シャキーン。うわー、危ねえ。でここでできるハンターは水月。うわー、ほいほいほい。でこれを軽く、うんうんうん、お前人間舐めんなよ。お前人がどれだけ努力してモンスターハンターやってると思ってんだ。日々仕事を我慢して夜中の2時間ちょっとだけ怪異闘技を上げる、あの日々を楽しんでるんだぞ俺たちは。ふざけんなメルゼナ、お前こときに負けるかよ。うわー、死ぬ。ぶっ潰してやるよお前。はい、避けてからこう、はい、天才。でこう総流するときは一旦投資するんですよ。で昔ながら染みついた何回も体に覚えてこます、覚えこそ、でバッテンダバッテンダバッテンダバッといきます。体が覚えてるやり方をこうして、なあ、総流終わった。このメルゼナできる、やるじゃないか。認めよう、お前の強さを。はい、相手を認めたことにより俺自身が強くなる。あ、弱ってる。きたー、勝ちました。そう、これで終わりでーす。かきりもしなかったわ。うわー、美味しくないよ俺の血は。僕 B 型です。あ、なんかちょっとかわいそうになってきたので、なんでなんで今お情けスーパーチャット届いた。メルゼナがかわいそうってことか。まあそういうことね。ちょっと待ってね、やばい、スパチャ読んでたら、スパチャ読んでたら、うわー、無念。なんとかなれ。ガー、おお、今のはナイスプレイングですね。そうですね、逃げるときにカエルを発動させることによってヘイトを自分に向けさせないというプレイング。さすがのぬっこさん。死ぬ。もうそろそろ死んでもよろしくてよ。あ、一回寝かせようぜ、これ。寝たか？寝ろ。え、寝なくね？あ、寝たわ。よしよしよし。おやすみます。おい、なんかいる。なんかいる、護衛付きなんだけど。おい、何しに来たお前。どっか行け、どっか行け、どっか行け、どっか行くんかーい。顔の周りで3点1目クラブいいっすか。ここと、ここと、ここ。え、めっちゃ可愛いじゃん。すごーい。地熱温泉。なんでこれで起きないんだお前。可愛すぎだろ。うわ、なんかいる。何、ちょっと邪魔しないでお前。お前がとどめさせ、じゃあ。やれ。やってみろお前。どっか行くんかい。一旦。円月じゃなくてこれ水月。一旦円月出してから、納刀してから決めてやる。ふわー、え、終わんないの。じゃあ最後カウンターして終わらせてやるよ。来い、シャキーン。え、なんで当たんないの。シャキーン。ちょっと待って、急になんか体が重い。これがプレッシャー。これが、これがカンスト勢の重圧。あ、寝そう寝そう寝そう。あ、待て待て待てー、待てよこれで、どやさ、よーし、
決まった。20分かかったけど。おいー999